上落寺は、徳島県徳島市国府町延命にある高野山、新言宗の寺院。四国八十八ヶ所霊場の第十四番札所で、同霊場の札所寺院では唯一、弥勒菩薩を本尊とする。森久山、延命院と豪す。本尊新言、御前た霊や蕎麦か小鋭か、上落の騎士にはいつか至らまし偶然の船に乗り遅れずば、農協、当時本尊。 奥の院次元寺寺伝によれば、空海がこの地で修行していた際に、弥勒菩薩が多くの菩薩を連れた姿を監督した。そこで霊木に弥勒菩薩を刻み道具を混流して、本尊として安置したという。空海の老いにあたる、神前僧上が近道を混流、祈り近し商人が、弘道、三重塔などを混流しななど我らんの大事院となったと伝える。天正年間に、 長祖壁元地下の陛下によって消失。万治2年に徳島藩主、八塚光隆によって現在地より下った谷間に再興された。文化12年に元の山上への建て替えを願い出て、3年後、定地の谷間から石段を50段ほど登った現在地に尾根状の結晶片岩の岩盤を削り、約5000平方メートルの土地を造成して移転した。山門はなく、 石柱門を通って五十段の石段を登ると起伏のある流水岩の境内に入る。左手に長ズ場があり、その奥に首楼がある。一番奥に本堂が立ち、その手前右側に大師堂がある。本堂と大師堂の間に荒らぎの巨木があって、その木の股には小さな大師像が安置されている。農協所は石段を背にして右手にある。 本堂例は3年3月26日文部科学省、国時第48号文化遺産オンライン文化、遺産オンラインハット AB 徳島市ホームページ。ありがとうございます。